鏡さん、餅つきってエッチだよね。急に何言い出すの？伝統ある行事なのでは。キネは男性を表して、ウスは女性を表してる。その2つをペッタンペッタン。クラゲさんストップ！超やりづらくなるでしょうが。え、役割交代しましょうか。ただ目の前にある餅に集中して。じゃあ行くよ。せーの、ペタンヤン、ペタンヤン、ペタンヤン。心を乱さず。赤髪さん、大きい餅が3つも並んでるね。は？ 3 つ？煩悩滅殺！目つぶし！ここは私がやっておくから、赤髪は目を洗ってきて。了解です。ミヤさんとカグラさんは？待たせたわね。餅つきの清掃に着替えてきたわ。餅つきといえば月のウサギ。かつてウサギは空腹の仏、そして餅つきとはウサギの崇高な魂を身に宿し、食の大切さを体感する。それがその清掃よ。あんまり見ないで。さすがに恥ずかしいわ。ミヤさん、その格好ではお風邪を召す。なぜ二人羽織？ムラムラするけど頑張ろうね、赤髪。かくなる上は。赤髪！スカー！持ち上げて！スカー！持ち上げて！スカー！持ち、やりましたよミヤさん。この方法なら。赤髪が私を抱きしめて、たたたくましい腕が後ろから揺れてくれ。いかん。一度休んで。代わりに私がやればいいわけ。つくよさん。バーニー、泣いて言って。ねえ赤髪さん、本当に覚えがない。なんで私だけ着ぐるみなの？何してるの赤髪くん。ゆずきさん、ちょっと外してた隙に。ねえゆずきさん、いやちょっとそのミヤにそんな格好させて、つくよたちにまで。一体どういうことかな。